こんばんは。以前テレシアのスタミナを一気に回復して円王妃にしたいっていう動画を投稿したんですけども、そちらのシングルスバージョン今回やっていこうかなと思いまして、一応振り返りになるんですけども、テレシアとアカを使っていきますが、そのうちのテレシアっていうキャラが、1000% までスタミナを回復することができるんですけども、その 100% を超えるとか 800% になるとか、そういった感じでその特定のスタミナまで回復することで強くなるキャラなんですけど、そこまで持ってくのにね、結構大変ですし、あとは出てからだいぶ経つので、やっぱキャラパワーもね、やっぱ今のキャラと比べるとやっぱ押し負けてしまうこともあるので、アクアの方でサポートをしてやっていくって感じになります。このアクアっていうキャラは味方全体の回復をすることができるので、テレシアを場に出さずに裏でね回復してもらうってことができるので、序盤はアクアで攻めて、で後半はテレシアみたいな感じで攻めていこうかなと思います。というかそのアクア自体がね、だいぶ雪コートで強いなと思いました。スターコートでありながら雪コートに行けるって時点でもうあれではあるんですけども、スターストームを打てるので、ストームを入れてなければストーム面でね押し切ることができますし、仮にカルマみたいなストームキャラで浮気されたとしても、その高い球スマッシュとか温存になるとか、そういったものでね押し切ることもできたりするので、結構、アクア自体が強いなーっていう感じがするので、テレシアと組み合わせないとしても、普通に一枠入れてもいいような性能だったりはします。ただこういった障害物ギミックに弱いので、この辺は気をつける必要がありますが、裏がねどんどん回復していくので、順調に稼いでいく感じ。SS を打ったりとか、アナザーアクション打ったりとかで回復することができるので、今回はブレスで回転を上げてる感じになります。得点力を上げるんだとしたら、暗闇ラケットとか、あとは得点力を増やすのであれば、オラクルとか、そういった選択肢もあるんですけど、今回はあくまでメインはテレシアとなってるので、テレシアを活かすためにブレスで回転を上げてますという感じで、ここまで順調に点は取れてきまして、テレシアの方もねだいぶスタミナが溜まってきたので、次あたり出していきましょうって感じかな。やっぱ SS を貯めてからパスしたいので、とりあえず貯めていくって感じで、スマッシュとか高い球スマッシュあるのもいいからね。この試合だと結構ロブ打ってくれたんですけど、ロブとかを封じてるのはかなりでかいかな。で、今みたいな感じでラリーしていくと解除することもできるので、このまま解除して、押し切るってこともできますと。で、ここからもいきなり永遠王妃で始まるので、この配り攻めることもできるしって感じで、これで決めることができるって感じで、いきなりね、強いモードで行くことができるっていう、感じとなってます。結構ね、時間かかるっちゃ時間かかるんですけど、アクア自体が強いので、序盤も結構そんなに苦戦することはないかもしれない。ただ、どうだろうな。さっきのカルマなんですけど、ロブとか打ってこない、もう本当にもう前出てくるだけの人は、ちょっときついかもしれないかな。普通にベクトルとか、スマッシュ打たれてるだけで0-5した試合とかもあったので、カルマに全然有利とまではいかないかもしれないけど、この目の前のルナとかであれば、結構やりやすいなと思いましたね。この巨人とかになった際なんですけど、ビームで削ってきたりとか、あとはノクバーしたりとか、そこら辺が強い性能だってあったりはするんですけども、そこら辺が基本的に効かないんですよ。なので、そこら辺がかなり強いのかなと思います。で、ここ、あれかな、スターストームを触ってしまったので、ルナが帰ってくるわけなんですが、見れるかなこれは。巨人になるかな、巨人にならない、後ろ抜けていく。ちょっと遅かったですね。巨人になったところをできればお見せしたいんですが、この後だったかな、巨人のノクバとかも不要無効で常時効かないですし、そうですね。時間とかも割と稼ぎやすいので、巨人を耐える性能はかなり高いのかなと思うので、そうですね。雪コートのルナに困ってる方は割とアクアがよろしいのかなっていう感じで、どうだろう、この辺から巨人になるかな。巨人になりました。ただ足が速いので全然間に合いますし、巨人になろうがビームとかもそんな痛くないので、楽々耐えることができるっていう感じですね。ということで、そのテレシアと組み合わせなくても全然強いので、アクア自体も割とおすすめキャラだったりはします。ただその、スターストームっていうのが、その相手に妨害としても使えるんですけど、その自分の編成との相性が悪いと、それで負けてしまうこともあるじゃないですか。むしろ自分のキャラが封印されちゃうってこともあると思うので、そこら辺もちゃんと、そのストーム無効とか、ストーム乗り換えるとかしてあげる必要が、あるのかなと思います。で、まあ、テレシアがちょっとこれだとね、なんか置き去りになってるんですけど、まあ、テレシアを使うメリットっていうのは、まあ、仮にアクアと組み合わせないんだとしたら、まあ、初手から使えますし、まあ、組み合わせる場合でも、あのキャラって回復反転とか、回復じゃないか、ダメージ反転とかの無効とか持ったりするんですよ。反転関係の無効を持ってるので、まあ、例えば神聖うつろとかはダメージを反転させますけど、まあ、ああいったキャラは反転しないので、どんどんスタミナがまあ回復しないでいきますし、あとガルガに関しても、ドリンクで回復ができずに、その代わりにダメージが反転するってキャラなんですけども、そのダメージ反転がないので、ずっとスタミナが枯れたままになるんですよ。そんな感じで、まあ、そのガルガを完封することができるのが、まあ、このキャラの強いとこなのかなと思います。まあ、ブルダマはね、かなり怖いとこではあるんですよ。やっぱ、なかなか強いので、まあ、これ自体は怖いんですけど、まあ、前に出てスマッシュすることもできますし、まあ、やっぱ反転が効かなくなるっていうのはかなり強いと思うので、まあ、対ガルガ性能は高いのかなと思います。まあ、ガルガとか、うつろとか、そういった、まあ、自身に呪いをかけるとか、反転かけるとか、そういったキャラには、まあ、強いのかなと思います。はい、やっぱ強いな。最低者のラケットじゃなくてよかったなっていうところではあるんですけども、ブレ玉なぁ、まあ、ブレ玉もそうだし、あと止める効果無効だったりするので、リープキャラに強いってことで、そうだな、飛ぶキャラで言うと、まあ、マーメイドエクセとか、あとは MVP ティナとか、まあ結構いたりするので、そこら辺のメタで、まあ結構強そうではあります。ただそれをテレシアでメタれるので、まあ、その様子をお届けしたいなとは思います。ここはやっぱ、いけるかなあー、スマッシュできなかった。ここをどうしたかな、普通にいったかな、スマッシュとか、狙いに行きたいところではあるんですが、赤髪が来てしまった。ただ赤髪もストームが効くので、まあ、封印してあげてとかしてあげれば結構倒しやすいのかな。はい。封印とかしてあげて、まあ、オンザで決めていくって感じで、まあ、そのストーンも入れてなければ結構有利に立ち回ることはできそうな感じがしますね。はい。ということで、ここでテレシアを出していきます。はい。封印が怖いんです、ここで。はい。これで炎王妃かな？炎王妃になったので、ノクバで倒していきたいが、ちょっと怖い怖い怖い。はい、打って、ちょっと奥振りして、ちょっと抜けてしまいましたと。ちょっとここ痛いですね。ただ、ちょっと後ろ出てこないかな。ノクバで一応勝てなくはないんだけど、まあ、後ろで戦うのはいいだろうね。やっぱ前出ちゃうとあんな感じになるので、後ろに出ていきたい。で、ここからですよ、ほら。こんな感じで、スタミナがみるみる、まあ、減っていくわけなんですが、まあ、赤モードになったらわかるんですけど、青モードの時も回復することができないので、まあ、実質的にガルガはもう使えないっていう感じになりましたね。なので、まあ、この対面は引っ込んでルナが出てきます。はい。と見せかけての赤髪が出てきますと、雪ストームに塗り替えてしまったので、ちょっとここがウキウキしちゃいますね。ちょっと SS が飛んできまして。赤髪はちょっと、厳しいかも。じゃないですね。ちょっとダメージも削ってきますし、エリア広いとはいえちょっと暗闇もあるから、赤髪はちょっと別キャラでメタる必要がありますかね。はい、ということでやってきたんですけども、結構強いんでね、使ってみてください。で、最後の試合の範囲は、完全に SS 打ったことなんですよ。あれによって、雪ストームを打ってしまって、スターストームを塗り替えてしまったので、まあ、ああいった場合は普通に永遠王妃でご利用していくのがいいのかなと思います。基本的にやっぱスターストームが通ったりはするので、まあ、上書きされない限りはかなり強いのかなと思います。で、アクアとかテレシアのギアなんですけど、まあ、今回はまあ、いち早く使うためにブレスにしてみたんですですが、まあ、得点力を高めたいなら、まあ、アルティメットのラケットとかも結構いいなとは思いましたし、まあ、オラクルとかも無難に強いので、まあ、そこら辺で得点力を上げてもいいのかなと思います。で、靴に関してはスマ無効とか履かせてるんですけど、まあ、ここはお好みかなと思います。対策したいものをつけるといいかなと思います。で、テレシアに関しては、まあ、スロットスキルが効かないのはあれなんですけども、ギアとかには普通に効果を受けるので、まあ、軽減とかエリアとかでいいのかなっていう感じですね。はい。で、レクトの枠は、まあ、別に何でもいいんですけども、レクトであれば、このキャラってSS1 回打っちゃえば SS 打ち直す必要がないじゃないですか。なので、まあ、その枠で入れてみた感じではあるんですが、まあ、この枠は何でもいいのかなとは思いますね。で、エンブレムが一応得点回復にしてはいるんですけども、これ期間限定のギアだったりはするので、そうだな、まあ、持ってる人はこれにしてほしいんですけども、まあ、別に封印無効とかそういったもんでもいいのかなとは思います。てな感じで今回はテレシアアクア使ってみました。ということまで、ありがとうございました。お疲れ様です。